こんにちは今回なんですけれどもリーガ・エスパニョーラからチョイスしてそのチームについて語りたいと思っています。こちらです。はいえっ、ー、とねおさすなですね。おさすなをねちょっと取り上げたいと思います。でおさすなはですねリーガ・エスパニョーラ一部昇格組ですけれども何といってもですねこのチームはホームで強いっていうのがね特徴大きな特徴の一つだと思います。先日ですねアラベスを下して え本拠地エルサダールで31試合、えー、負けなしという、ね、レコードをね叩き出したあところであります。でまあおさすななんですけれども、えー、と直近の試合のおさすなの、ね、こうスタメン えー、ここに出しながらいきたいんですが、まあ、戦い方としてはあ基本的な、まあ、基本的な戦い方というか、まあ、4四に4四二で、えー、オーソドックスなあ形でですねえー、と試合に入っていくんですけれども、まあ、実質はね、あのー えとアビラをね、えー、ワントップにして、えー、中盤5枚にしてっていう形で、えー、戦っていくとおただですね、えー、試合を見ていて非常にこう、まあ、ミスも少ないですしチームはね本当にこにブロックを作って戦っていくうっていうのもあって一人一人がこう周りの選手を見ながらあーチームプレーをしながら戦っているなっていう印象があってやっぱりこ,のこういうチームはですねやっぱり大崩れしないと思うのでこのホームでの強さっていうのも含めて考えると、えー、今シーズンね おさすなあ昇格したばかりですけれどもお一味残留っていうのはねかなり、えー、現実味のある目標に、ね、なってきているんじゃないかなと思います。 そのオサスナのです、ねちょっとね、注目選手を3選手ほど上、ね、げてみたいと思います。えー、とまず、えー、こちら、あチミー・アビラですね。はいえー、9番の、ねえー、センターフォワード、ワットポス選手ですけれども、この選手はあもう非常に今シーズンのリーガーで注目してほしい選手を全体を見たときにも注目してほしい選手の一人だと思います。えーとまあ、アルゼンチン人なんですけれども ルイス・スアレスの縮小バージョンっていう感じで、えー、と,とにかく万能型のフォワードであります、えー、ポストプレーもできるし、えー、裏にも抜けられるアシストもできる、えー、ゴールも奪えるで小笹生みたいなねチームでやっぱり守備をしなければいけないチームにおいて前線からね、えー、相手のディフェンダーを追っていって。えー 前線からのプレスにも積極的に参加しますし彼がやっぱりねおさすの趣味の時の、まあ、スプレススイッチャーとなって追い込んでいって、まあ、自分でボールをそのままダッシュしてしまう時もありますし彼がねかなり一生懸命追い込んでいって苦し紛れに出させたボールを中盤で回収するっていうのがねおさすなのスタイルになっていますでやっぱりこのねアビラっていう選手はまあ今趣味のところにね研究しましたけれどもまあその攻撃面においても やっぱりそのゴールパターンも多彩ですし、まあ、いろんなあ状況から、まあ、シュートに持っていけるでセンタリングとかねクロスに対してこう合わせるのも非常にうまいですで点で合わせる、えー、線で合わせる、えー、ヘディングボレー右足左足結構ねいろんな あパターンで、えー、フィニッシュまで持ち込んでいってさらにそれ決めきるっていうところまで、えー、できる選手だと思いますので、えー、チミン・ヤビラ、おさすナの注目選手、まあ、もっと言うとラリーガの、ねえー、注目選手として今後、ねえー、見ていっていただけたと思います。続いて、えー、とこの選手いきたいと思います、はいえーはい、ルベン・ガルシアですね、はい、14番の選手です。 えと両,サイド両サイドハーフで使えー、と起用される選手ですけれどもお、まあ、左利きで、えー、この前の試合なんかではね左サイドハーフに置かれていましたけれどもこの選手の特徴は何といってもね、えー、正確なキック、まあ、左足のキックは非常にこう、えー、正確度で、えー、精度が高くてまあクロスもそうですし、まあ、スルーパスとかあフィードとかサイドチェンジっていうところでねこう一発で局面を変えられるう選手でありますで、まあ、これねこうちょっと今から言及しますけれどもやっぱり大沢さん今ね、えー 左サイドの攻撃非常にいいです。で左サイドを起点にしてそこを崩していってで今言ったように、えー、中央のとこでアビラに合わせるっていうのがかなり攻撃パターンとして確立されてきていて、えー、もちろんですねその中でこのルベン・ガルシャの正確な左足っていうのはですね沖戸さんの大きな武器になっているんじゃないかなと思います。 続いて、えー、もう一選手いきたいと思います。えっ、ー、と、こちらは、エスツピアンですね、はい。左サイドバックの選手、30番の選手です。えっ、ー、とですね、この選手がですね、エ、えーまあ、クアドルの選手なんですけれども、非常にこうね、えー、南米出身の選手で、 えー、スペインで成功を勝ち取るっていうのはもう,、えー、ともう二分するんですけれども彼の場合は非常にもうフィットしてるなと思いますし、まあ、ここに来るまでに、えー、ワトフォードだったり、えー、グラノーだったりアルメリアだったりっていう、ね、複数クラブを渡り歩いてオササにたどり着いて今シーズン一部でプレーしている選手であります。でエスペピニャに関してもねあのルベルのところでも話しましたけれどもこのオササの左サイドの攻撃っていうところって。 えー左サイドバックで結構ねあの攻撃に積極的に参加してくる選手で、えー、攻撃的な左サイドバックだと思いますし、えー、とこう守備のリスクを恐れずにガンガンと上がってきて、えー、ルメンのサポートに入っていいところでボールを受けて、えー、アーリークロスを入れたりとか、まあ、時には深いところから左足でクロスを入れるんですけれどもそのクロスがですねまた一本一本非常に正確でですね 藍、えー、ラにぴたりと合わせるっていうのもあればあもう少しこうスペース空間に出す、えー、相手のディフェンスラインと、ね、ゴールキーパーの結構いやらしいところに、ね、ボールを置くようなクロスを放り込むっていうのは非常にうま、えー、い選手でやっぱりこの選手のクロスだったりとかあ、ま、たフィードだったりっていうところからあ相手のミスを誘ったりとかあこの前の試合でいうとそこからねおハンドを誘っ PK になったりとかっていうのがあ非常に多いので。 えー、そういった意味でもね、このエスティヴニャンっていう選手にもね、えー、非常に注目して、えー、もらいたいなと思いますはいえっ、ー、とねマササナですねマササナ監督のところにもね、えー、触れておきたいなと思います監督がねアラサテですねはいこれはもうリーガー ラリーガの、ねえー、ファン、えー、昔からのファンだったとするならば彼のことはね、えー、結構知っている方も多いんじゃないかなと思うんですがあー彼はやっぱりそのレアルソシエダでですね、えーまあ、監督デビューしたというか、まあ、一部で監督としてデビューしたのはやっぱりレアルソシエダでもともとレアルソシエダのフベニール、えー、ユースのチームで監督をしていたんですけれどもそこからね、承認する形で、まあ、トップチームで監督をして えー、201314シーズンで言うとこのシーズンはレアスでトップチームで監督をやってまあねチーム7位に、えー、まあ導いた7位でねシーズンを置いていて、えー、まずまずの大出来で聞いて、えー、1シーズンやったんですけれどもその次のシーズンね、えー、201415シーズンで。 ちょっとね成績不振っていうのがあって、えー、途中で監督が降りるっていうね、えー、ことになりましたでその後はねヌアンシアに行って、えー、と2部でしばらく監督をやって昨シーズンから長砂の監督を務めて1シーズンでね、えー、とリーガ1部の昇格を果たしたっていうところですでもともとね、えー、バスク出身だっていうのもあって、えー、非常にね長砂の。 まあその,おさすなの選手たちとかあまあそのサポーターもそうですけれども、まあ、その地方の、ねえー、人たちの考え方っていうのは非常にまあ分かってるなと思いますし、えー、そこからこう見せるうサッカーっていうのがです、ねえー、その非常にこう美しくつないでいくっていうサッカーではないんですけれども基本的にこう相手が嫌なことを、ね、どんどんやってくると。でえー、まあバスクのチームね、あのー レ、えー、アル・ソシーだとかセティック・ビルバをもそうですけれども非常にこう肉弾戦に強くて、えーとまあ、大柄で、えー、体が強いっていう選手が揃っている、まあ、そういうね土地柄っていうのもありますからそれをきちんと踏まえた上でそれを生かすサッカーをするっていうところで、えー、今回の動画は最初の方で言いましたけれどもこのバオサスナっていうチームが大崩しないチームになっていますしそれはねこの荒さてのチーム作りが、ね、非常に大きいんじゃないかなと思います。と えー今回ね、えとんねえ注目選手サ選手とおまあオタスナあまあ監督含めえアラサテ含めえー、語りましたけれども僕はね個人的にはねオタスナおそらく今シーズンえー、チームに残留するんじゃあないかと思いますえー、それだけでなくてですねえー、上位のチーム、えー、バルサだったりとかああまあバルサにはもう かお、ね、勝ち点を取りましたけどもマレアル・マドリーとかアードイツ・コ・マドリーとかは、まあ、もっとね上位を争うようなチームセイビージャだったり、まあ、ビジュアル・アルだったりリアル・ソシまあその辺りのチームからもこう勝ち点をですね奪っていってこうリーガをこう混沌とさせるというか非常にこう面白くさせて、えー、くれるようなね、えー、存在になるんじゃないかなと思っているのでね、えー、お旦那是非、えー、注目していただけたらと思います。